で、まずあのヤミザの生い立ちのお話なんですけども、北海道というのはここに書いておきましたけども、鎌倉時代ですから1200年、大体今から800年ぐらい前に和人が移住したという記録があります。でその頃にはアイヌモシリということで、アイヌの住んでいる島だということで、その頃はあのどこの国にも属していないということでございます。で鎌倉時代には源義経が深津に渡ったという伝説があります。だから慶長9年になりますと、柿崎さんが徳川家康より国政の提唱を受けて、その公益権を、独占権を公認されたということで、やっぱりこのことが最初の頃だと思うんですよね。で、あの今車でこれ書いてありますけども、これはあの本当は皆さんにはあの年代だけを追って説明していこうと思ったんですけど、これは黒丸の部分については私が説明するということで自分で作った資料なんですけども、まあ、これも皆さんのお手元にあった方が何か参考になるのかなということで、説明文も一緒にあの織り込んでございますので、ご了承いただきたいと思います。で慶長9年というと、今からだいたい400ちょっと前ですけれども、この松前藩、この松前藩があって あるんですけども、これ他の藩と違ってこの農業生産がなかったもんですから、無駄の大名ということで、初めはあのお客さんの待遇であったということなんですね。それで松前藩の特色というのは、藩域にある和人とアイヌが存在するということであったようです。それからアイヌの支配する方法としては、東西20億で約100キロについては和人の住むということで、やっぱりあのアイヌの方の住むところと、それから和人の住むところは決められてあったようでございます。であの江戸の交易権は独占権があったということでございます。それから明暦に入る1655年ぐらい、360年ぐらい大体前になりますと、よくあの釈社員のお話が出てくると思いますけども、やっぱりアイヌの方はやっぱり和人に北海道を征服されるのは嫌ということで、釈社員が松前に対してあの反乱を起こすということでございます。で幕府はこの松前藩がダメだったら大変だということで、東北の諸藩に出兵を命じるんですけども、最後はアイヌ軍は敗退するということになります。でこの釈社員というのはやっぱりアイヌの英雄ということで、静内でしょうかね、あそこに行けば釈社員の像があって、かなり立派な長くしてる像がありますからね、まあ、皆さんご存じかもしれませんけども、まあ、アイヌの英雄として今でも称えられているようです。それから元禄1689年になりますと、ロシアがやっぱりカムチャッカ探検に来たということになります。でロシアというのはご存知のようにスンドラ地帯が多いもんですから、やはり雪のないところに南下政策を取るんですね。それでカムチャッカに探検に来たり、今度はカムチャッカに来るということになります。それから後衛になりますと、1700年ぐらいになりますと、村山伝兵衛さんという方が宗谷の場所を受け負い人ということで許可されて入ります。で村山伝兵衛さんはこれ結構場所を持ってまして、石狩も持ってましたし、大津の方も場所を受け負い人として受けてたんですけども、最後はやっぱりいろんな方の場所を受け負い人はこの人ばっかりでないもんですから、他の方から何じゃあんまりでかくなるとやっぱりやっかみが出てくるんでしょうね。いろんなことを抽象されて最後は撤退していくんですけども、最後の方は石狩のところにあったんですけども、あそこも最後は交易違う上納金を納めるだけの上納が上がらんということで、最後はその場所の受け入れの権利も返して返上してしまうということで、村山伝令は去ってしまいますけども、この思想になる方は今のっぽろの方に今いまして、高校の先生をやっていられるんですけれども、もう退職されたかもしれません。村山先生いました。それから後衛に入りますと、1700年代になりますと、ロシアがカムチャッカを占領してきます。占領するということになると、
千島列島モコナ南下を始めてきて、だんだんロシアの地域を広めていくということになりますね。それで幕府はやっぱり蝦夷開拓をしなきゃいけないということで、この調査を開始するということになります。から明の6年になりますと、1786年、ロシア人が千島に来るということで、その頃は日本の幕府もやっぱりきちんとしなきゃいけないということで、最上徳内さんを千島に探検して、こっちにグリップ島ってあるんですけども、この方に行くようになります。まあ、この方はあの北海道にもあの馴染みのある方で、この近くにも来ているということですね。完成元年の方にはカラフトの方を新建せしめるということで、それがまた1792年の完成4年ぐらいになりますと、ロシアの施設が今度はこの頃はやっぱり日本だということで、ある程度認識したんでしょうかね。根室方に行って通商をするけども、幕府としてはこれは拒絶するということで、交渉は提出しないということになります。それからまた完成になりますと、イギリスの探検船がパグタ、まあ、現在の東洋がありますけども、ここに来ております。でこの頃 の、 あのイギリスはあの海軍がめっぽう強くて、あの世界制覇をするぐらいの勢いがありました。それで英国の植民地がとにかく地球上にできて、日の沈まない国と言われるぐらい、あのイギリスはあの土地を確保していたようですね。ですから今でもあのユニオンジャックのついた国旗のある国はたくさん今でもありますけれども、そこにはやっぱり英国領ないないと言われておりました。だけどニュージーランドですかね、この間のニュースで言いますと、あまりユニオンジャックじゃなくて別の国旗にしたいということで、なんか国民投票を計画しているということはテレビでニュースでやってました。そんなことでニュージーランドだとかオーストラリア、インドはもう全部その頃の植民地でしたし、イギリスに負けじということで、アメリカだとか東南アジアには他の国々も進出しているようです。それから1797年になりますと、イギリスのね、この室蘭とか小松前にこの辺はやっぱり来てるんですね。やっぱり力がなければ、これはやっぱりイギリスの植民地になってた可能性はあると思いますけども、それ文化元年になりますと、1794ですね。蝦夷地にあの三冠寺をするんですけど、皆さんご存知だと思うんですけども、蝦夷の嘘の善光寺、それからサマリの東住院、それから厚岸の国体寺、これがあの蝦夷三冠寺と言われているお寺で、幕府が認めたお寺ということなんですね。で特にあの厚岸 の、 あの国体寺の門にはあの徳川の家紋があの入っているのをご存知だと思うんですけども、やっぱりあの位の高いお寺ということでございました。それから安政元年になりますと、ロシアとあの和親条約があの締結されたということでございます。そして安政2年になりますと、日露の通商交渉条約の中で北方四島を日本の領土ということであの確認をしているようですね。そして仙台、秋田って書いてありますと、秋田、それから南部、津軽、松前藩、これ秋田をこの頃は佐竹藩って言ってたと思うんですけども、これに北海道の権利を根付くということになります。でこの調印であの北方四島が日本の領土としてあの確認をされているんですよね。これが今あの我々中の日本が言ってる北方四島はもともと日本の領土だから返してくれというのはここから始まってると思うんですよね。それで皆さんのお手元にあの北方領土って書いてこの資料があると思うんですけども、これの真ん中の裏の方にあの国境の取り決めということで書いてあります。
で1855年以上の安政2年のことを言っているんですけども、今お話したように日露の通商交渉条約によってこれは北方四島と北海道は日本のもの、それ以外のものについてはロシアのものということで確認をしているんですね。それから明治1875年の明治8年になりますと、樺太とした千島の交換条約ということがありました。でこの頃樺太はまだどこの国とも決まってなかったものですから、日本も樺太の方に行ってるし、ロシアも樺太の方に南下してるということで、これはどっちのものでもなかったんですけども、この時に初めて樺太と千島は交換条約によってはっきりと千島列島は日本に属すると、樺太はロシアの領土ですということで確認をされているようです。だから明治38年、これは大体110年ぐらい前になると思うんですけども、1905年にはポツダム条約によって国境は制定されます。これは日露戦争によってのことなんですけれども、その時に樺太については国土保持条約なんのところはこれは日本の領土ということで、戦勝国ということで南の樺太半分が日本の領土ということで、これが大きく北海道の領土は色を描き続けたということになると思います。それから昭和26年、これは1951年のサンフランシスコの平和条約、これは日本が太平洋戦争で負けたんですけども、その時にはこれからが難しいんです。やっぱり日本とロシアの関係がいろいろと出てくるんですけども、その時には無条件降伏してるもんですから大変だったんですけども、この時にはロシアはアメリカと一緒に組んでたもんですから、ロシアがこっちの攻めてくるということに対してアメリカは手を出さないで OK をしたらしいんですね。それでロシア軍がこっちの方に入ってきたと、北方四島にも入ってきて、それはアメリカの了解のもとだったということでございました。それで入ったもんだから旧日本にいた人方は北海道に出てけということで追い出されたという言い方をしているんですね。それでこれロシアがここにロシアの軍隊が入ってきたもんですから、今でもロシアが占領しているということになるんですけども、この辺がちょっと難しい解釈の仕方で、日本は無条件降伏したんだからそれはなしでないかというのが、私日本の国民にしてみれば、もともとの領土は日露通商条約ではこの北方四島は日本のものだということで約束してるんだから、これは日本じゃないかということなんですけども、これが今まだにロシアとの平和条約のネックになっている部分だと思いますけども、これからがどういう形になってこれ解決されるのか、本当に日本としてはこの四島が変えるか変えないかの話になると思うんですけども、一応こんなことでこの領土は行ったり来たりしながら、今この4島については問題がまだ残っているということになるかと思います。それで本部の1ページの下の方に戻りますけれども、次は国境政治は実は重要な領土であるということで、やっぱり冒頭からお話しましたように、ロシアは南下政策を取っていましたので北海道を守るということで、北角の松前藩だけでは到底北海道の管理を任せないということで、徳川幕府が大宇の藩、東北の藩ですね、これに北方定義を命じることになります。で各藩の陣屋があちこちに建てられて、陣屋が設けられております。で小説で岩戸砦って言ったと思うんですけども、これ秋田藩、佐竹藩ですけども、これがそれらの警備を命じられるんですけども、このことを随分詳しく書いてあるんですね。それではとにかく家の中ではストーブを焚くのはいいけども、煙突がないもんですから、もう煙たくて目の病気になる人も出てくるということで、それで煙突を作ることを考えたとか、いろんなこと書いてありました。それで玄関についての生活でとにかく苦労して、病気で亡くなる藩士もいて、そのお墓は海岸にあちこち点在していたんですけども、現在は宗谷公園に移転されて皆さんは眠っていることになります。
で陣屋とはねどんな様子だったのかというのは、あの白老の史跡として復元したあの仙台藩の白老陣屋がありますけれども、あそこ行けば大体あの復元されておりますので、またあの資料も整っておりますので、もし希望がありましたらあそこへ行ってみるのもあの参考になるのではないかと思います。で室蘭にもあの南部陣屋の跡がありて、これも整理されておりますので、まあ、参考になるのかと思います。それから文久に入りました1861年ぐらいになると、仙台、津軽、北、湘南の4藩に北方、北の蝦夷警備を命じるということで、2藩ずつあの各年交代とするということで、経費も結構かかったようでございます。それから慶応3年になりますと、これはあの徳川幕府が敗れてといいますかね、大政奉還をしたということでございまして、これからがあのいろいろあの明治の新政府が樹立されることになるんですけれども、またこの徳川幕府が敗れたというのは薩長同盟によって敗れたということなんですけれども、これもずっとあの調べてみましたら、まずあの薩摩藩が徳川憎しということであるんですけれども、よくよく調べてみましたら、あの徳川家康があの関ヶ原の戦いの時に徳川家康の陣にの真ん中をあの薩摩藩が突き抜けていったっていうんですね。それで徳川家康は今度は薩摩藩薩摩憎しということでいろいろ出てくるんですけれども、それであの宝暦4年ですから1754年でありましたけれども、この時に薩摩藩にあの幕命が下ったということ。その幕命は何かというと、あの濃尾平野というのはあそこは徳川が管理している濃尾平野、あの何ていうんですかね、穀物がたくさん取れる濃尾平野なんですけども、あそこのちょうど河口海の近くになりますと、木曽川、それから揖斐川、長良川という木曽三川という川が、出口はあのそれぞれあの愛知県だったり岐阜県だったり三重県だったりして、出どころ は違うんですけども、あの濃尾平野に入ってきますと木曽三川が大体一つの河川になってくるものですから、木曽川であの水害になったとしたら揖斐川、長良川に流れ込んでくると濃尾平野が全部があの水害になるということで、これは徳川幕府も何とかしなきゃいけないということで、その時にあの徳川幕府が薩摩藩にその河川改修を命じるということになります。それで早馬が薩摩鹿児島ですね、ここに早馬が入ってその幕府を見渡されるんですけども、その時 の城を守ってた家老、あの平田幸恵という人なんですけどね、その人があの家臣を集めて、で今この幕命が下ったけども、それをどうするかという話になった時に、大半の人は徳川憎しで徳川幕府と戦争しようということで、大多数の人はそういうことになったんですけども、この平田幸恵のすごいことだと思ったのは、その戦争をやるにしても金はかかる、その河川改修をやるにしても金がかかるということなんですね。それで間違いなく徳川に勝てるということであれば戦争に戦に行ってもいいけども、今の世の中では勝てる見込みはないと、だから同じ金かけるならその薩摩藩の名前を残そうということで、平田幸恵は最後は断を下すんですね。そしてあの奥野様に話をして、私が行って河川改修をやりますということで、徳川幕府の命のもとにこの基礎三線の改修をするんですけれども、この平田幸恵のすごいと思ったのは、そのことはやっぱりあの薩摩藩というのはあの交易をして外国との貿易もお受けされてましたね。それで今の沖縄なんですけども、あそこは今こそ日本の領土になってますけども、あそこはもともと日本の領土ではなかったものですから、あそこを通じてあの外国との貿易して、おそらく徳川から見れば薩摩藩は金をどっさり持ってると、金を持たせておけばいずれ徳川や徳川はやられるということで、その幕命を下したということなんですけども、実際にはお金がなかったようですね。それでその交易の関係では徳
は薩摩藩も大阪とは小人、小池が大阪商人とは都市だったものですから、最後薩摩藩のお金を使い果たすときには平手幸恵が今度は大阪の商人のところに行ってお金を借りるんですね。その時には薩摩のお名前でなくて薩摩藩の平田幸恵として個人でお金を借りて、で最後は1年3ヶ月って言いますかね、で1年半で完成してそれを徳川の方に渡すんですけれども、そこで今度は大阪の人の方が今度は借財を取りに来るんですけども、その時の遺書の中にはこの大阪商人から借りた金は薩摩藩で借りた金でないと、これは平田幸恵個人が借りた金だから藩としては返さなくてもいいということで一筆書いて、で最後自決して亡くなってしまってチャラにしてしまうんですね。だからそういう人がいたっちゅうことは僕はすごいなと思って話はこういうのは読んでるんですけども、ね、そんなことが あったようです。ですけども最後は薩摩藩でも皆さんもテレビで見たかもしれないんで知りませんけども、天照姫篤姫というのがあれは薩摩の方のお姫さんなんですけども、その方が徳川将軍のところに御台所として入ってくるんですけども、その頃にやっぱり薩摩藩と仲良くしなければ自分らは危ないということになって、そういうあれするんですけども、まあ、最後は返事をするということで最後は使ってしまうんですけども、まあ、そんなことがあったようですね。ちょっと話は僕にそれましたけれども、まあ、そんなことがあって大政奉還ということで、あと薩長連にあとを任せるということでございました。その後はまたいろんな形で日本は愛するんですけども、この頃ですね、新選組が台頭するなどして日本の歴史に大きな事件が起きておりますけれども、今で考えれば若い人方が維新に立ち向かって日本の今の世を作ったと思ったら、いやすごい人だなと思ったりするんですけども、まあそういう時代だったのかもしれません。それから明治元年にありますと石狩の人で、この方が檀家さんがお寺の木材を取りに掘れないの方に来た時に石炭を見つけたということなんですけども、これが木村義太郎さんの石炭は開拓中の梶田さんのように帰りになられなかったということで、まあ、石炭は使い道があったんですけど、その頃石炭を何に使うかというのがまだはっきりしなかったものですから、これをどうするかというのにはなってないようです。だから明治2年になりますと開拓し北海道の機関として開拓しを設置をするということで、蝦夷地を北海道と改めて解消していただきます。これが北海道という呼び名の始まりということでございました。そして明治ともに日本の国家として領土が編入されたということで、そして住民であったのアイヌ民族も日本国民ということになります。それから、その下の方に赤松とかね、岩見沢、そらち郡全域は伊達国直に当事方を委任されるということですけども、この頃には当別に入植した伊達家の当地ですね。でこの伊達家は当別市にも入ってますし伊達市にも入ってますけども、これは当別に入った伊達家のが当地だということです。この時は戊辰戦争の煽りではなく朝敵とされた伊達国直が政府に願い出て北海道の開拓のために四十一段となって移住したということになります。で明治4年には湿布ということで石狩の厚田、昔の厚田村ですね、ここに入るんですけども、砂地のために収穫がなくて当別の地を捜査するということで探索に入るんですけども、ここに開拓士に許可を受けて、でここに開拓に入ります。で皆さんご存知だと思うんですけども、本庄睦郎という方がいらっしゃいまして、これは当別生まれの方なんですけども、小説は石狩川ということで伊達武士団の開拓の物語なんですね。
でこの石狩川というあのやつを題材にして映画化されたのが第一の侍ということで、まず主力の映画ですから大した前の話ですよね。大友重太郎が主演している映画なんですけども、それを10分程度にまとめた映画が東別の役場に保存してありますので、電話でお願いすれば10分か15分かな、あれば見せていただけますので、もしご希望の方がありましたら東別の役場に電話すれば見せていただけると思います。それから明治3年になりますと、伊達藩の、仙台藩の伊達国重が旧家臣を率いて薄郡へ移住、現在の伊達市になりますけども、ここに入植することになります。ですから伊達の、伊達の伊達さんと東別の伊達さんは兄弟なんですよね。それで開拓に入ってからでも行ったり来たりしたという資料はあります。ですけども、この時に伊達藩の藩主がこっちへ来なければ、阪神もなかなかこっちに手を挙げてくる人は少なかったんですね。だから本人というのはお殿様ですけども、阪神が行くから来いということで、それとも220人ということで、ほとんどの方は向こうに残っているようです。それで明治3年の4月には元蘭湖に入港してるんですけれども、その時の積雪が6尺ぐらいって言いますから、私よりはかなた今は雪の少ないということで大変住みやすいということで愛してるんですけども、明治3年にはまだ6尺の雪があったと言います。で、女の人は船から降ろされたんだけども、雪の上にむしろを敷いてそこに座り込んでめそめそと泣いていたという記憶がありますので、どういうような形なんですかね。もうあれ見たらがっかりしたんですよね。で、行ったその年は特に何も考察できないで、アイヌの方からサンサルの取り方だとか漬け方を教わってそれを食べていたということでございます。で、ここに書かなかったんですけども、アイヌの人から和人がする大便については青いんじゃないかってね言われるぐらい、その青いもばっかりを食べてたりという資料も残ってましたけど、ここには書くのやめましたけどね、そんなことも書いてありました。いずれにしても今のような蒸気があるわけではありませんのでね、開拓には苦労していたようです。それから先にお話したように本庄仏の石狩川や船山その書いた落とせという本があるんですけども、これも北海道の開拓の読み物としてお勧めしたいと思います。落とせというのは淡路島から静宮へ移住した稲田騒動の物語ですけども、これも5、6年前、もっと前かな、映画化されて吉永小百合が出た映画で何だろうね、夕張が北の図だ、それがこの落とせの映画の取材になるところなんですね。ですから映画見ればよくわかると思いますし、落とせも読んでも結構この騒動でどうして静岡に来なきゃいけなかったっていうのはね、あれ詳しく書いてありますのでね、あれ読んでもいいのかなと思いますけども、そのことが書いてありますね。それから明治4年になりますと、岩見沢は伊達国直に直轄から開拓本庄の直轄となりました。それから岩見沢の石黒山邸7条のところにあるんですけども、あそこのもう先々代のお嫁さんかな、それはここからお嫁さん、伊達だった東別のお嫁さんが、お姫さんすればいいのかな、それがこちらにお見せしたというお話も残っております。それから明治5年、それから明治6年になりますと、やっぱりこの石炭が大事だということが分かってきたもんですから、これをなんとか掘り出しをしなきゃいけないということになってくるようです。で、黒丸で書いておきましたけども、
うん、地図を分かりました。やっぱりこの石炭を掘り出すにどうしたらいいかというのはやっぱりいろいろな計画があったんですけれども、川で船で運び出せば一番楽だということなんですけども、やっぱりここは湿気が多いということと、だから冬期間は川は使えないということでどうしようかということになるもんですから、それは諦めたい、あとまた後からお話しますけども諦めたいようですね。竹本竹明、榎本竹明はその頃はヨーロッパにもっと新しい軍事技術を身につけておりました。同時に国際法の勉強、から科学、鉱物学に関する深い知識を持って、さらに電信技術を持っていたも習得していたということで、徳川幕府の海王の海王丸、海王丸これよかったんでしょうかね、優しい大きにある海王丸、これを作るときにオランダで建造されたんですけども、これ4年半かかってるらしいんですけども、これで幕命で監督するということで、ここに留学しながらいろいろの勉強されていたようでございます。それから明治7年になりますと、初めて地図の上に岩見沢の地名が出てくるということなんですけども、この地名がこれ印刷されたものでなくて、地図の上に岩見沢って書いてあるということなんですよね。だからそれがその明治7年に岩見沢と言ったから書いたのか、先に書いたですね、後から書いたのかがね、これは証明ができないらしいんですよ。だけどいずれにしても明治7年の地図に載ってるということで書かせてもらいましたのでね、これで最後の方にクエスチョンマークつけたんですけども、これがちょっとね謎なんですけども、どういうふうに闇座が出てくるのは明治7年の地図には出てくるということでございますので、その前から闇座があったのか、後から地名岩見沢ができて明治7年の地図に書き込んだのか、その辺がちょっと何とも言えないところでございます。それから高畑さんが岩見沢に旧白書設置の用があるということで意見書を提出しているところも明治7年の書簡に書いてあるということなんですよ。それから同じ明治7年には屯田兵の条例が設けられて、それから明治8年になりますと、さっきその冒頭でお話したように交換条約で千島列島のは日本、ロシア、カラフトはロシアということでなるんですけれども、うん、そこでカラフトにいたアイヌ人をどうしようかということになるんですけれども、ほとんどの人はロシアに残るんですけれども、カラフトには場所を受け負い人がございました。そこで働いていた人方は親日家として日本に来るという方もいるんですけども、この時のお話を聞いてますと、そういうふうにその場所を作ろうかということで考えたらしいんですけども、日本の政府の方としては何かあった時にはすぐ帰れるから、里心ついてダメだからということで、札幌郡の津井しかり、今の江別市なんですね、ここの海岸の沿岸の方に移住をさせてあります。今でも津井しかりということは分かるんですけども、そこに石碑も何も建てないもんですからね、ここがそうだというのはありませんけど、この辺だちゅうのは石狩川の河口から縁から見えるんですけれども、そして明治15年に冬期間が終わると、多くの人はやっぱり北海道では生活できないということで、やはりふるさとに帰っていたようになります。それから4ページの黒丸になりますけれども、明治になりますと外国へ要望した人方が見本を広めて帰ってきますとね、やっぱり日本の工業とか商業は遅れてると、何としてもヨーロッパの方に肩を並べなきゃいけないということで、やっぱり富国強兵ということはやっぱり唱えられるんですね。それでやっぱり日本にも重工業をやらなきゃいけないということで、これがやっぱり何て言うんでしょうかね、石炭がなければこの重工業が成り立たんということで、今度は石炭の本当に見直しというのがかかってくるようです。で、日本でも何か所からは石炭はあったんですけど、やっぱりこれらの石炭は
火力があるっていうのか石炭の質がいいということなんでしょうね。これで目をつけるんですけども、先ほどもお話したんですけれども、この石炭をどうやってあの本州の方へ運ぶかというのが大きな問題になるんですけども、鉄道技術を持ったあのライマン、これはアメリカの人なんですけども、これを開拓しに進言するということで、新政府も鉄道を設置したかったけどもお金がなかったということでございます。そしてあの最初のトンデン兵が札幌の琴仁村に入植する、これがトンデン兵の最初のようです。でその後あの札幌の山原とかハスツネとかエベツ、それから新篠津村からエベツのノッポですね、この辺に入植するということになります。やはりこれはどうしてかというと、やっぱり石狩川の近辺ということで、やっぱり入るのにはやっぱり船で入って陸上に入るということで、この近辺が先にあのトンデン兵が入って開拓のあるようです。でこのトンデン兵というのはあのご存知のように国防、とにかくロシアから北方領土を守らなきゃ、国防を守らなきゃということと、それから北海道治安をするということ、それとまたあの保護民による開拓の不信ということで、北海道に開拓に入るんですけども、なかなかあの完成しないうちに夜逃げ、道路に逃げるという方がたくさんいるもんですから、これもやっぱり国の国策としてやらなきゃいけないということで、これ軍事統制によってこの開拓が進められていくことになります。それともう一つは、当時あの失業していた士族の救済事業でもあったようです。ですからあの政府として移住の支度金だとか、あるいは旅費なんかも全部3年間は用意したということになっております。で兵役の義務があって、軍事訓練、主としては農閑期って言われてましたけど、私の父、じいちゃんは、祖父はあの滝川の左、東滝川にはトンデン兵として入ったんですけど、聞いたら朝早くから朝の何時間かはトンデンに、あの兵舎を兵庫のところに行って訓練したと言ってましたから、なんか、こういう時ばかりでなくて普段の日もやっぱり訓練したのだというのがあったのかもしれません。そんな話も私も聞いたことがあります。それから今度はあの開墾にはあの農作業や生活、あの厳しい統制がと監視が行われたということでございます。また一般開拓民の入手を困難な見返しには、トンデン兵ができることにより地域開発の拠点ができたということで、それには道路があの建設されますと、その周辺への地域の住民の増加ということで、トンデン兵の果たした役割が大きいということになろうかと思います。そしてあの篠戸だった滝川、それから三倍、根室、厚岸などには全道にあのトンデンの兵村ができてございます。それから明治11年になりますと、ヤムザと幌内間の道路が開削されたということでございますし、明治12年には鉄道建設についていよいよやろうかという働きができてきます。それから明治14年になりますと、蒲田収支館が設置されるということになります。で ここにあの実際ます、やっぱり一つ の集落が形成されたということでございますし、明治15年になりますと開拓市があの廃止されて、北海道は3県に分けられることになります。札幌県、それから函館県、根室県ということで、岩見沢はあの札幌県に属するということになります。この県が3つに分かれたままになっていれば、また北海道また別のことに別の変わったのかと思います、なったように思いますね。まあ、最後は一つになっちゃうんですけども、で空地収支館には一式収支館が設置されるんですけども、ここと、それから川戸収支館、月形が結ぶのにあの川戸道路が作られるということで、ご存知のようにあの一直線の道路ということができるようになります。で同じく明治15年には、幌内鉄道、これはあの天理幌内間は全線が開通して、岩見沢駅も11月に完成したと
ということになります。で同時にエレティアなんかも駅ができたというふうになります。そして同じ11月には14日に初めてコロナイタンを汽車で輸送し天宮に出したということでございます。その下の黒丸については、これ先ほどもお話ししましたように、石狩川を使うべきか、それとも鉄道でやるべきかということで最後の決定をしたということになります。それから同じ明治15年ですけども、原田喜助さんという方が小樽にいたんですけども、ここを引き上げて石狩川を遡って小室井に上陸したということで、これは現在の砂浜になりますけども、この方が岩見沢の定住の第1号ではないかと言われている方でございます。ですけども、また後からちょっと出てくるんですけども、岩見沢から北村が、その頃は岩見沢も栗さんも全部岩見沢だったんですけども、後で北村が分村していきますと、砂浜が北村に入ったもんですから、北村の第1号も原田さんがうちだと中心、我々岩見沢にしても、もうどうはすごい岩見沢だから、この方が岩見沢の第1号だっては言うんですけれども、その辺がちょっと難しいことでしたんですけども、また平成18年にまた一緒になりましたんでね、今度は岩見沢の第1号ということで、一緒にお話聞けるようになったんですけど、そんなことは歴史の中では出てきます。明治16年には関野誠司さんが元町、ここに関節の旧白書があったんですけども、これを借り受けて宿を開業したということで、この方が岩見沢市街地の定住の第1号でないかということでございます。これは炭鉱の開発でいろんな方が入ってくるんですけども、やっぱり旧白書を設けなきゃいけないということで関与があったということでございます。で、ここで今国上げ住宅、これ今して岩見沢の指定文化財になってますけども、国上げ住宅の後ろに昭和58年に開基100年を記念して岩見沢発祥の地の記念公園として造成をしてまありますので、そこの記念品にもまた詳しく書いてありますので、もし時間があれば行って読んでいただければ、この辺が詳しくは分かるかと思います。それから元町に開拓市の官僚課派出所が設けられております。それから翌明治17年になりますと、いよいよ北海道は岩見沢が入植の時になります。私たちもいろんなお話をするときには、岩見沢はって言ったら、明治17年、18年からのお話をするんですけども、岩見沢がどうして日本になって、北海道になって岩見沢になったかというのは、冒頭にお話していることがあって、岩見沢になったということになります。で、この頃は、この時に募集をかけた中では、山口県の会議495人の所属が入ったということでございます。それで皆さんのお手元の資料の中に資料以上という日記事というのがあると思いますけども、当時明治17年18年にかけてこんだけの個数が入ったということでございます。270人が入っています。本当はきちんと深掘りして入っているということもありますし、すごいなと思うのは、この時右上の方に空地線、予定線って書いてあると思いますけども、これね、今の JR の線ですけども、この時にすでにもう鉄道を通すことということで、もう線路を予定してあったんですね。だから当時の人が随分先見の目があったって言ったら怒られますから、そんなことで予定しながらきちんと深掘りしてはならないかと思います。これが当時の明治17年18年に入ったところ、これは皆さんご見たと思いますけども、でこのことですけども、北海道の開拓は関連兵、それだとか家族、それから士族、それから組合の組織、それから自由移民などによって多く開拓に入っているんですけども、関連兵は先ほどお話した通りですけども、家族による農場は雨竜の八塚農場、これだとか札幌の前田農場、これは定年、今の定年なんですけども、昔の定年からですね、などはそうなんですね。だから士族移住としては先ほどお話しましたけども、
伊達藩が伊達、それから登別、宝物、それから札幌の広市、これあたりに入っております。これ会津藩主も入ってます。これは由緒あります。田舎種族は静内に、先ほどお話したお父さんの関係で入ってます。だから会社組織としては赤新社、これは浦川に入ってますし、万世社、これは与田弁蔵ってよく聞くと思うんですけども、この方が帯広に入っています。だから徳島の鉱山社というのは下室に入っておりますし、御社万部、それから堀株については京村に入っております。だからこれ文化を知るんですかね、戦を知るんですかね、これは七重下床を、これは函館に改新社が入って、これ支社という形で入ってますね。そんなことで会社が組織をして入っているということで、これ伊半沢湾種族移住ということと、それから自由遺族に分けることが できると思います。それから明治23年にはこの屯田兵のあれが廃止になって、今度は自由に入ってくることになりますけども、集団で入ってくるときには誰かが責任者になって入ってくるということで、団体移住みたいな形で入っております。伊半沢では辻村農場、これは主文にありますけども、これだとか枯れ子農場、あれですから群馬農場、これは村長さんやり、町村町長さん、それから伊半沢市長さんまでやった高柳博道さんが開いた農場が農業なんですね。それから青木農場、これは青木さんが、青木神社あるあたりがそうなんですけども、この人などが入ってます。だから入った人の縁故を頼ってまた入ってくるということで、開拓が進められることになります。それから明治18年にももう一回、17年、18年に士族以上がどんどん入ってくるんですけども、明治18年の下に明治18年東2に入った山村岩太郎さんという方の移住西から見ると、岩見沢に入った民宿の良さが手に取るように分かるということでございます。ちょっと時間がなくなってきましたので、ちょっと端折っていきますので、この説明文書をちょっと読んでいただければと思います。ただ、7ページの上の方にも書いてありますけれども、これも同じような方で、同じように入職した方からのあれなんですけど、明治18年7月10日、客船明治までに乗船し、長州の国赤間、運航、これ新滝口、これ徳山市なんですけども、ここから出港して瀬戸内海入って横浜に入ったと。が3日間上陸で見学、その特に古州一行が東京の駿河で、今の千代田区の神田ということなんですけども、岩国の上司の、要するに吉川というんでしょうかね、この方のところに行って、挨拶をしてきた。お言葉と金一行を賜って、貨物船にまた帰ってきて、ここから横浜を出港して、萩野の現の石巻ですね、岩手県かな、これは。それから函館に寄って、小樽に入ったんです。ということでございます。これが7月16日。7月の20日には小樽に上陸して越中屋旅館に、ここで潮を言いますと、ここでどうも土地割りの抽選があったようなんですね。でここでこの地割りが決まって自分の入るとか決まったというようでございます。そして今度はその頃伊半沢の駅ができたものですから、小樽から汽車に乗って来たということなんですけど、これは今のような貨車ではなくて石炭の貨物列車、これに乗って義経号に乗って伊半沢に着いて、それが午後4時頃で着いたということなんですけども、この時にはそれぞれ17年に入った人方がそれぞれ迎えに出てたようです。すごい中には迎えられて来たはいいけれども、交流を開けないでもうお父さん帰ろうって言った母親がいたと、親がいたということもここには書けませんでしたけども、ありましたから、やっぱり来てみたら心細かったんでしょうね。ですけども向こう国を出てきたからにはやっぱり何とかしなきゃいけないということで、ここに住み着いたような方がいましたというようでございます。でも中には一攫千金を見て
北海道で金儲けで買えるかと言った人もいたらしいんですけども、なかなか大変なようだったようです。それから明治19年になりますと三権一教、これは廃止してもう全部北海道ということになりました。それであの三権も終わりということになります。それからあの明治19年には私立の入徳学舎、これが東十番地、これが今の東小学校の方につながってまいりますし、それから建設学舎、これが畑一番地に現代の石見座小学校ということでできるんですけども、もう一枚あの石見座の学校の移り変わりということで書いておきましたけども、この学校の移り変わりも作ったんですけども、これ3枚ぐらいあるんですよね。だけど今お話しに建設学者と入徳学者の関係しかコピーしてこなかったものですから、ちょっと勘弁していただきたいと思います。私の学校載ってませんって言ってはあるかもしれないんで。それであの、まあ、お話しましたように入徳学者、それから建設学者、その前にはあの私塾って私の塾もあったんですけども、私塾はちょっと紹介させてもらいますけどね、松原小津さんが作ったというのは、あれが一番早いということなんですけども、一応学者建築はこれから始まってます。それから石見沢小学校になりまして、入徳学者は東文校として提出していくことになります。で最後は東小学校ということになって、石見沢小学校は、どこまで行くんですかね、どこかで石見沢小学校になるんですよ。これちょっと時間がありませんので、うち帰ったらあの辿ってみてください。そうしますとあの自分の学校がどういう変遷を経て今の学校になったのかっていうのが、これも涙先生と一緒に研修しながら作ったんで、まず間違いないと思いますので、ちょっと後から打ち返ってから見てください。こんなことがあります。それは石見沢神社なんですけども、これは元町、明治19年で元町に建てたんですけども、やはりこっちに来たはいいけれども、やっぱり心の拠り所として神社が彰子を建てられたということになります。そして明治20年にはあの東に鳥取神社と山地神社、山口の神社ができるんですけども、やっぱりあの神社のお祭りになりますと、やっぱ鳥取だ山口だっていろんなことがあって、その喧嘩になってダメだということで、年寄りが話をして明治20年に合祀したということで、今の東神社に統一したようです。それから仲良くなったというお話は聞きました。それからずっと飛んでいきますけれども、明治23年には石見沢と夕張が道路を開通したということで、夕張道路が完成してございます。でご存知のように、これはあの今の中央通りと言われている道路なんですけども、これが夕張道路として行くんですけども、夕張に石炭が発見されたということで、構内の方から人、物、これを運ぶのにやはり道がなければならんということで、この夕張道路を作るんですけれども、これがあの獣道みたいな細い道で、雨が降ると馬の足が半分ぐらいまで埋まったというようなお話が載ってました。でその頃あの荷物を運ぶのにあのダバって言わせて、馬の背中に両方にあの束をつけるような、ああいう荷物で使うんですけども、やはり最盛期には200頭ぐらいの馬が列をなして行ったということですから、本当今写真でもあればすごいなと思うんですけど、残念ながら資料としては残ってないものですから、そんなあの書いてあったものを外側にご紹介したいと思います。それから少し続きます。それから明治25年になりますけども、当初石見沢の駅なんですけども、これは中央通りに突き当たったところにあったんですけども、これが手玉になったということで、現在地一階城町の正面のところに移ってございます。それから今度は北村の栗沢が石見沢よりから分村して独立をしているということで、124年ぐらい前でしょうかね。こんなことで分村して東部の間は石見沢、栗沢、北村ということで推移していくことになります。それから先ほどお話ししました
いや、いいですね。ずっと飛ばしましょう。明治33年に、これも7月には北村が岩見だから分村していると言っていうことになります。で、北村雄一さんの名前にちなんで、姓にちなんで、北村という名義に命名をしたと。それから飛ばしていきますけども、その下の方に、明治38年に岩見沢開村記念碑、岩見沢紀碑、運輸ということで、これは石黒長英さんが建てたんですけども、岩見沢紀碑は、この、その次の、9ページになりましょうか。その紀碑が刻まれておりますけれども、ここには、岩見沢神社の中にこの記念碑が建ってますので、もし、もう見られる方もいらっしゃるでしょうし、もし、あれでしたら、ぜひ行ってみたら、このことが詳しく、見れると思うんですけども、この漢文でずっと書かれてるんですよね。で、私は学校時代の漢文は全然ダメなもんですからね、読めませんので、その読み下し文のところで書いてあるのを読んで見ますと、岩見沢の名前の付けた由来というのはここに書いてあるんですよね。ですけども、岩見沢の岩見沢は定説がいろいろあるもんですから、この記念碑に書いてある岩見沢は違うという人もいるんですけども、そしたら証拠はしたら証拠がないもんですから、一応これが今の岩見沢の名前の由来ということになってございます。で、この一番読み下しの方の下の方に岩見の読み、岩見とは、岩見とは愛近きゆえ岩見沢と言うということで、ここではっきり岩見沢は岩見、ね、岩見というのは当初お話したように岩見沢開拓に宿泊したと、あそこで旅人が岩見をしたという美を浴びて岩見をしたということからと、この岩見とは合わせて岩見沢だというようになっています。あと厳選たる資料がない限りは、これが岩見沢の由来ということにあると思うんですよね。と言いますのは、岩見沢の資料があった明治、北海道庁も明治に火事で焼けて、北海道の資料はほとんど残ってませんし、だから 明治何年でしたかね、岩見沢の大火があったんですけども、その時に古城薬王も焼けてるもんですから、岩見沢に入植したどうのこうのという資料はもうほとんど資料焼けてしまってないもんですから、ないんですよね。それでこれが岩見沢の名前の由来ということになってございますので、あとその資料がどこかで一貫してどこかから出てこれば話は別ですけども、今のところはこれが岩見沢のという名前のようでございます。あと解説で検証というのはこういうことですよとか、史実とはこういうことです書いてましたので、道に帰ったらちょっとこれと合わせて読んでいただければありがたいと思います。それから明治39年に調整を施行されることになります。その頃の人口は今1万9000人ということでございますし、明治40年には直ち同一の直ち農学校が設立されました。これは今の農業高校ということになっています。それから大事なのは明治41年に岩見沢の水道工事が完成したということで、工費は当時のやつ20万5000円、その頃の町の予算は4万3千円ですから、4倍から5倍ぐらいの値段をかけて作ったということで、やはりご存知のようには岩見沢は泥団地なものですから、なかなか生活するには大変だということでございます。それで水源地を三笠の茅野に、一の沢の水源地に求めたということでございました。それから大正3年には二線が開通したということと、市内には一条電気がついたということなどがあります。それから大正、次のページの大正9年、あとこの頃になりますと大正9年には第1回目の国勢調査、うちの大南区終わりましたけども、調査があったということになりますし、あとずっと来てきますと昭和4年ですね、
北海土工区名の灌漑用水路工事は竣工した。これ現在の北海幹線用水路ということになりますけれども、やはり南沢は、そらし灌漑は米どころとして、やはりこの用水が大事だということで、この用水路が完成してございます。取水口は、ね、赤びらなんですけども、最南端が南幌までで約80キロの用水路ということで、日本の幹線用水路の中で一番大きな用水路というと、土地改良区としても一番大きな土地改良区ということになっております。その時間が終わりましたので、あとは皆さん近いので、大体検討がつくと思いますので、ヒラミさん、どうしようね。はい、いいですよ。あと、まあ、消えないとこまでやってくれるんで、ね、時間は経ってないそしたら、あとはあれですね、最後のページの方に、平成18年にちょっとお話しましたけれども、堀沢北村を転入して合併したということでございます。もうこの辺になると皆さんご存じかと思うんですけども、ね、こんなことでしたら、まずひとまず終わらせていただいて、何かあればお話しいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。あ、ごめんなさい、それからもう一点、最後のページに開拓踊りの歌というのは、載せておきましたけれども、私、これもね、いい歌だと思うんですよね。上村歌子さんという方が、嫌味な来た時のこと書いてあるんですけれども、最初は、私は陰州鳥取藩、32万5千石のお殿様の家臣にて、お城づくりの主族なりと。これは明治の18年、若葉薫6月に、宅屋を揃ってふるさとを書いてあるんですけども、この10行目が鳥取を出る時の様子を書いてあるんですね。それからまた11行目になると、船は黒船蒸気船、これは鳥取から小樽に入るまでの船内の様子を書いてあります。最後の方の、2468行目、これぐらいは小樽の様子と岩見沢までがここに書いて、岩見沢に着いたよということが書いてございますし、右側の2468行目、これぐらいは岩見沢に着いた時の様子が書いてあります。それからその下の2467行目ぐらいは、この開拓に苦労する様子をこれ書いてございますので、これもこうずっと読んでいただきますとね、苦労した様子が書いてありますので、それからその下の方の9行目ぐらいですかね、私が22になりし頃って書いてあるのは、開拓の苦労と、それから成功の喜び、これを書いてあると思いますので、これも読んでいただきたいと思います。それから最後の4行ですけれども、これは先祖への感謝ということになろうかと思います。あ、3行か。これはもう先祖への感謝ということになろうかと思います。そんなことで、これが見たときには、ね、いや、これすごい歌を作ってくれたなと思って、これは皆さんに紹介しなきゃと思って作ったんですけどもね、こんなことで私のお話を終わらさせてください。ありがとうございました。冒頭にお話して、皆さんがまた調べられた時に、ね、年代が違うとこあるかもしれませんけども、一応ある資料によってということでご理解いただきたいと思います。ありがとうございます。参考までに多分明治37年、8ページ、ごめんなさい、8ページのですね、明治33年に北端の本社が岩見沢に移るってなってて、多分これ明治37年なんですよね、きっとね。で、39年の鉄道国有法で室蘭に移っちゃったので、
そういう私も調べた中で、ヤミダに開拓に入ったということで、その申請出した時の火がヤミダで書いたのか、本当に皆さんが来た時が入った通信したのか、それも我々の人はなかなかね、だからその本社を移すって申請した書類がさ、そうなのか、実際に相手のなかなかね、今としてはその資料らしい資料がないだけに難しいということも一応ありますので、もしお手元になんか一算してる資料の中からこれがこうですっていうこともあればね、また市市の資料室の方にもお話しいただければ、市の資料室の方でまた直して我々に提供してもらえるんじゃないかと思いますので、よろしくお願いします。ちなみに4ページのですね、はい、これ本全然分からなかった、前に調べたら分からなかったんですけど、明治11年の黒丸の一番最後の、開拓地がホロムイブとオボナラ、ヤミザワ、ホロナイブとホロナイの5か所にこう旧博場を作るじゃないですか、はいはい、このオボナラってどこなんですか、これ、ね、ホロムイブというのがホロムイブとヤミザの間にね、あ、地図もどこでだったかな、オボナラって書いてね、あるんですよね、だから地図にポンと落としてあるからね、どの辺を指しているのかはね、そうなんですね、分かんないんですよね、最初ね、このホロムイブとは石狩川の淵で、うんうん、元アイヌの集落が、ね、そこにあって、うん、でそこに旧博場を作ったっていうんですよね。で、闇沢に来る間にオボナラっていう地名があって、これが現地がどこなのかなっていうのがちょっと分からなくて、あと私さっき石黒家の、ね、にお嫁さんが来たのが伊達藩のね、お嫁様、そうそうそう、ね、お姫様系やってるのが結構知らないことで驚きましたね。あと定住者第1号が僕はずっと狩野末治さんって習ってきたんですけど、確かにそうですね、北村は別の町だったの、別の自治体だったので平成18年まではそう習ってるんですよね。あ、そうか、でも平成18年以降はまさしく今言った何さんでしたっけ、原田喜助さん、はいはいはい、が定住者第1号ですね、きっとね、これはちょっと今日新発見ですね、長い平成の中にはいろいろとあるみたいですね、ちなみにさっき闇沢に水道を作るときに約20万円かかった、はい、その時町の予算が4万3000なんぼっていうので、今の金額に換算すると、あれです、今闇沢市の一般会計が約500億ちょっと切るぐらいなんですよ、ってことは200億ぐらいかけて水道を作ってるんですね、当時ね、とんでもない費用を入れて、それもこれも水が出なくて、で函館に次いで闇沢が2番目なんですよ、全国でも13番目とか、そういう速さなんですね、鉄道も速いですね、そうですね、鉄道は日本3番目ですよね、それこそお茶の水の地名がね、他の本州ではお茶を入れるきれいな水が出る町だっていうのが地名なんですけど、岩見沢のお茶の水は本当にこう番茶のような色の水が出るっていうのがお茶の水になったっていうね、そういう話があってますよね、ね、皆さんどうでしょう、いろいろとせっかくなんで聞いてみたいことなんかがあれば、ああ、どうぞどうぞ、あのね、こんなこと今さら言うの変かもしれないけど、北村って言ってるけど、あれ村なんですか、うん、北さんの人なんですか、北村村なんだろうか、どうなんですかね、それでね、かなりいろいろあるんですけども、だから行政としては北村さんなんだから村つくんじゃないかしらないけど、北村村にすると呼びにくいということで、北村さんその地名をもらって行政の中では北村なんですよね。でそれが今おっしゃったように町に昇格した時どうなるということになった時、北町か北村町かしたんだけど、それは議会で決めることですよって議会では話してました。だけど町にならん議員が入っちゃったから、はい、解決しました、解決したんですね。それは、ね、前からで、ね、いろんな地元でもそういう話あったようですよ、はい、その時の、まあ、誰が答弁したのか、それはその時になった時の議会が決めることですからということで逃げましたね。おそらく普通に行けば北村村です、ああ、どうぞどうぞ、はい、
まあもう100年以上の歴史を持ってるわけですけども、例えば20年の時にこう碑を建てた、40年の時に碑を建てた、50年でもいいんです。なんかこう岩見沢ってのはそういうこう碑があるのかどうかいつも思ってるんですよね。あったらぜひこう行ってみたいと思ってるんですが、どうでしょう、そういう節目節目で碑は建てたってことはあったでしょうか。ないですね。ちなみにそうですね、この岩見沢の記念碑をまとめた資料がすごい数あるんですよね。これの編纂した時の、副実行委員長が言ってた尾崎さんなんですね、この資料ね。ん、碑であるとしたら20年20年が石黒さんが建てたり、ね、石黒長平さんがさっき岩見沢記碑っていうのがあれは 20年を記念した記念ですね。その次100年もありました。100年もあるね。でその度には何かが誰かは小さいのを作ってくれてますけどね、その何て言うんですかね、歴史を刻んだ碑っていうのはなかなか見つからない。100年以降はない、見つかってない、見つからない、俺やったけどね、見つけてね、見つけないんですよね。ついこの間130年が終わったけど、ね、終わりまして、うん、石碑。じゃあ小田さん、もう一つ、同じようなことなんですけどね、例えばあの個人でこう岩見沢の地域に入った人がたくさんおられる、はい、だけど、まあ、武士団がバッと入ってきた、はい、これで岩見沢は随分こう大きくなっていくと思うんですが、はい、その武士団が入ったということを記念した日とか、まあ、彼らが例えば解散した、解散っていうかな、まあ、ばらけていったっていう時に何かこう記念に残そう、そういうものはあるんでしょうか。いや、それもほとんどない、ね、ただあの言えるのは、あの農地開放が、戦後農地開放が終わりましたよね。農地開放が終わった時にはあのその時に小作って言ったら怒られるわね、小作になってた人方が農地開放で自分も年になった、それを記念した記念碑というのはあっちこっちには立ってますけども、その山口県から入った、はい、それから鳥取県から入った、うん、そういう人たちの足跡っていうのは全く私にわからない、ね、ないです、ないです。だからなんとなくね、岩見沢が焦点ボケしてね、何かこう岩見沢のいいところを話しがたいって言われても他の人に答え言えないんですよ、うん、どうやって岩見沢ってこう生まれてきて発展したのかな、それはこうなかなか、うん、雑把なんですね、うんうん、石碑としてはどうしても近年の土地改良の記念碑とかやっぱり多いんですね、岩見沢はね、うん、こうやって見るとね。それでもさっきどっかにあったんですね、やっぱりどっかの士族が入ってきたっていうのはさっきちらっと見たような気がしますこれちなみに岩見沢市のホームページで撮れるんですよ、もう無料で撮れるので、ぜひインターネット環境がある方は見てもらえ、ただほとんどが漢文なんですね、古いのはやっぱりね、漢文だから見ても何が書いてるか分かんないんですよ、かなり難しい、読めないんですよ、ですよね。それこそ面白いのは北村で松浦藤四郎さんが泊まった記念碑とか、北海道で地名を つけた人ですよね、が参考して竹城さん、うん、でがここで野営したんだよっていうような記念碑があったりとか、結構そういう面白いのがあるんですよね。なんか尾崎会長的にはなんか岩見沢でこの記念碑はちょっと面白かったとかなんかあります？いや正直言ってね、うん、記念碑の碑文っていうのはこんなやつをこんだけしか書いてないもんですからね、なかなか読み取って解釈するというのが難しいと思うんですよ。だから今平野さんがおっしゃったように面白いっていうよりもね、また難しいっちょうがでもエピソードを追っていく中で見つけた石碑とかって面白いですよね。例えば石川啄木のね、北村の石碑にしてもね、はい、あの何て言いますね、うん、ね、千恵子さんがこうバターを送ったね、そういう記念碑とかはちゃんとあるので、エピソードを持って追っていくと面白いんですよね。そうですね、
で、あのもう一つ、あの各ね、例えばこう市町村こう行ってみますと、例えば役場のところにね、この町はここから発展したんだ、ここが例えばこの町の発祥地なんだっていうのはこうやっぱこうなんかこうモニュメントがあるわけですよ。そんなの見ると、ああそうか、なんかこれをね、例えば他の町の人にこう宣伝できる。イヤビザの場合どこが中心になって武士団で見る、どこにこの人たちが入ってこのイヤビザを発展させてくれたのかっていうのは、やはり今からでも人じゃないかと思いますけどね。あのですね、ちなみにイヤビザ発祥の地公園の石碑は、はい、知ってます、知ってます、はい、あれが一応ね、それも町がどこから始まったかというところの石碑には当たるんですね。余談になるんですけど、明治8年でしたっけ、6年でしたっけ、それこそ榎本武明とライマンがあそこで野営をしたっていう記憶が残ってて、発祥の地公園のところですね、うん、そういうのもすごい本当は貴重で、石碑があってもいいぐらいの勢いですよ ね榎本武明とライマンがあそこに来たって、ね、でおそらくその後コロナイ炭鉱がこう、うん、開発してどんどん軌道に乗り始めた頃はもう伊藤博文とか、あの当時そうそう黒田清隆とかあの辺の人たちが相当数入ってるので、まず間違いなくみんなあそこの発祥の地公園のところを経由して行ってるんですよね、皆さんね。だそういうそこに行ったであろう有名な人たちの名前を並べてやるだけでも多分相当価値のある場所にはなってくるんですよね、あそこね。ここはどうでしょう、ぜひこれを機会に聞いてみたいということがあれば。すみません、いいですか。はいはい、やらせて。ですね、あの昭和のですね30年代か40年代ぐらいだと思うのですが、その頃のあの岩見沢の地図とかをこういろいろ調べたりしておりましたときに、あの今でいうところのあのそっちの法務局とかあの辺りの並びありますね、あの新産業支援センターとか法務局とか、あと元国鉄の購買があったんですね。そうですね、あの辺のブロックのあたりにまあその生協があったりしたと思うんですけど、あ、はい、そのあたりにあの遊園地というのが一時期あったように地図に載っているものがあったんです。なんかまあ公園なのかなのかわかんないんですけど、一応地図上で遊園地という形で記されていて、まあ、それがどういうものかちょっとわからないかったんですが、ちょっと何かもし具体的なことをご存知でしたら、今のアンダーパスとその駅の間ぐらいですよね。そうですそうです。あの本当に法務局あるあのブロックですね。うん、誰も知らないですよ。いつ頃の話？いや。多分あの戦後の話で、まあ、おそらく昭和30年代から40年代。あれですよ、鉄道ブランドね、西鉄のブランド。ブランドの人ですか？大きな鉄道のブーチ。それはこっち側にあったんですか？あのね、ちょうど、ね、下側じゃなくて。今の、あそこに、あのあれ、機関車の、あの、水入れる、あれがあったんですよ、あのちょうどの今の本部局のところに。あそこに、要するに、石炭に、あの、うん、あの、水入れる機関車の、うん、に入れるあのプールがあって、うん、大きなプールがあって、それもこっち側の右側の方にね、今あそこに大きなね、西鉄のね捜査中の中にね、もうちょっと外れたなっていう大きな西鉄グランドっていうのを、あそこで相当のいろんなね面白いものやってたんで、あそうですか、だからそうそれだった、もうその当時のことすらわからないんですよね。あ、そう。ブランドって大きいわね、やっぱりね。ね、ちなみに私恥ずかしながら SL を生で見た記憶がないんですよ。そうなんですよ。いや、あそこの残ってね、あの要するに機関車に入れるあの水をねタンクに入れるね、プールはものすごい大きなプールだった、本当に
そうだね、今の温水プールの2つぐらいあるのがものすごい深さもあったし、でそこからもあのポンプでガンガン入れて、当時の、まあ、最盛期、昭和55年ぐらいまでが国鉄の闇座の最盛期ですよね、うん、だその頃の路線図とか見るととてつもないんですよね。今のその駅東市民広場のレンガのところも全部レールだし、向こうもそうですしね、うん、うちにある、確かにあるな、全部あるそこ、そこ読めるか、ちなみに尾崎さんは文化財の選定委員もやってるじゃないですか。闇沢の文化財ってあんまりみんな知らないというか見る機会もないんですよね。例えば国金亭にしてもなかなか中に入れなかったり、国金亭の中入ったことある方って言うんです？ないよ、そうなんですね、はい、あれもすごくね、価値あるな。大正でしたっけ、あれは作ったんですか。最初だね、大正時代ですよね。大正時代のお金持ちの方が作ってるので、中がやっぱりところどころすごい豪華ですよね。欄間にしても、欄間に江戸時代のこう刀の唾が入ってたり、それだけでもすごい貴重なもんで、ぜひね、ああいう中を見る機会があったらね、ああいうのを見てみるべきで。他はどうでしたっけね、闇座の。あと大願寺の仏像ね、知ってますよね、鎌倉時代のやつ。大願寺にある仏像は鎌倉時代に作られたんですよ、なんですよ、ね、そこのお寺がこっちで開くときに、別れてくるときにそれをもらってきた、うん、で調べてみたら、鎌倉時代のものだったっていう、すごいのがあるんですよね。あれ、官用の金は文化財じゃなかったんでしたっけ。じゃあんまなってないわ。あるわけないですか。それこそさっき言ってた、官業の派出所が元町にあったって言ってましたよね。あの官業、北海道開拓市の、監督署みたいなところが闇座にあって、でその官業さんっていうのが基本的に、闇座開拓しに来た、そう、士族の人たちとかをこう管理をするんですね。朝何時から夜何時まで働きなさい、開墾しなさい、で朝始まる時に鐘鳴らしてこれから仕事だよ、で終わる時に鐘鳴らしてはい終わりだよっていう、ですごく厳しくって、勝手にサボったりいなくなったりするとお米が当たらなくなったりとか、すごいこう高圧的なやつだったらしいんですよ。でその鐘が北海道に唯一現存しているのが闇沢にあって、それが東神社、その元町の官業の派出所と東神社と2カ所で鳴らしたらしいんですけど、その東神社のやつが残ってて、それが共同資料館にあるんですよね。そういうのも、本当は文化財全然なってもいいぐらいのもんですよね。知るとね、そういうことを知ると北海道にそれしかないんだっていうのと、そういうね、厳しい官業さんが鐘を朝晩鳴らして仕事をこう開拓をやってたっていうのを知ると、多分その鐘見ても、あ、これがその鐘なんだって思うんですよね。知らないで見てもただの古い鐘なんですけど。これから文化財になんかなりそうなものってあるんですか。そこね、今あったか探してる、丸さんもそうだけど一緒に探してる最中なんですよ。あれが教えていただければ大変、推薦っていうか、そういうことできるんですか。できます、できます。というのですね、はい、ちょっと以前感じてたんですけど、今辻村家がありますよね、はい、もういつ倒れてもおかしくないぐらいの状況にあると思うんですよね。あそこをね、文化財の課題にしてもいいぐらいに、まあ、行けば今だったら残せると思うんですよね。そして開拓当時の条件が生えてる植物やなんかも見れますし、今だとちょうどアオサギの頃にもなってるし、そういう面で行けば結構文化財として残すのに推薦してもいいのかなと思うんですけども、
あれ文化財に指定されるとやっぱり簡単にいじらなくなっちゃったりとかするんですよね。ただ持ってる人に負担がかかっちゃうっていうのがネックなんですよね、あれね。募集するって本当に一部でしかお金出ないらしいんですよね。で辻村さん の, その住宅はですね、実は第3回の勉強会の時に辻村元子さんのことをやって、うん、その前に取材でそれ中を全部見せてもらってやってたんですよね。そしたらあの建物自体もね、やっぱりまあ古い、すごく古くてで豪華ではないんですよね。当時辻村直志郎さんってものすごいお金持ちだったはずなんですけど、実はこうすごく機能的で質素に作ってあって、でも一部屋だけ洋間のようなとてつもない豪華な部屋があって、ね、でそこのあ その勉強会の時にその、ね、映像を見てもらってやったんですけど、だそこにあの辻村元子さんがあの樋口一葉賞を受賞した時の宗像志功の版画とかそういうのがバチバチあるんですよね。だからそういうのも本当はね、文化財としてはねすごい価値のあるもので闇沢にまでいっぱい埋まってるんですよね。あの裏の原生林もそうですし ね, そうだ ね, ねあれも意図的に、ね、辻村直志郎さんが、子孫のためにここは原生林で残すっていうふうに意図的に残してるのが今その詐欺の映像地になってたりして、ね、あんまり闇沢の方も知らない話、僕もこの間も知らなかったんで、はい、はい、今まあ、宮本さんのおっしゃったことの続きなんですけど、はい、例えば北村に行きますと松浦武四郎の碑があるんですよ、うん、元の役場の碑ですね、うん、あれなんかはもう黒ずんで、まあ、裏の字を読むのが大変なんですけどね、僕はあれは立派な文化財だと思ってるんですよ。ああいうものをですね、まあ、その碑はそこにまだ立ってるわけです、ちゃんと説明文をこう添えまして、でこれは文化財にであるというぐらいのところでもいいんじゃないかと思ってますよね。おそらく栗沢に行ってもあると思いますし、大いにこの近辺だけでなくてこう周辺も目を凝らしてみたら結構あると思います。他に何かそういうのって知ってそうなのあります？うん、私にはありますけどね、栗沢ですね。ああ、そうですか、そうですか、はい、だけど、まあ、例えば松浦武四郎の日当たりがどうかなと思います、うん、ちなみに今のですね、闇沢市の指定文化財有形のものがですね、ホームページを見てるんですが、闇沢市の石器群ですね、縄文時代の中期から後期に出土した石器時代のですね、道具ですね、道具っていうね、それとですね、あと一の沢水源地の、取水塔です ね, 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 ねそれと旧国兼家、あと今大願寺の阿弥陀如来像という5つですね、5つが市の有形文化財なんですね、指定されてるのがね。で無形文化財がなんだ、闇沢雅楽会ですね、獅子舞、はい、そうですね。あと過去に指定されたのが、あれだ、拳焼きの山岡、うん、宮城さんですね、が亡くなっちゃったので文化財ではなくなったということです、うん、ね、まあそういうぐらいなんですね、実は闇沢市ではね。今言われたようにいろんなのを整理して、市民で共有できるようなものになってくれば、やっぱりね、みんな誇りに思えることだし、そうだ、ねね、ぜひそういうのをね、今せっかくこうやってね、委員長さんがいるので、ね、これは大きく前進するチャンスかもしれないですけど、いろんなことがね。たださっき辻村、ね、辻村家の住宅のようにやっぱり指定されちゃうと直せなくなっちゃったり、直すにもすごい制約ができてむしろ残せなくなっちゃってるとか、そのようなこともあるのかもしれない。そこら辺はやっぱ慎重にならなきゃいけないんでしょうね、きっとね。とそれこそレールセンターなんてのもね、とてつもない価値を持ってますし、北端の本社が闇座にあった証拠 で、あの北端が会社作るときに出資したのは天皇家だったり福沢諭吉だったりっていうすごいビッグネームがゾロゾロあるんですよね。でそういう会社が闇座に本社があったっていうことだけども、やっぱりね、交通の要衝として栄えた、もうすごくこう証拠であるそうですよね。
よくいろんな市町村行きますとね、この近辺でもいいんです、栗山でも長沼でもいいんですけど、ちゃんとこう札を立ててるわけです、うん、で教育委員会何年建立ってことで、そういうこう説明板っていうのは嫌味だって見たことないんですよ。そうですね、ちょっと文句言うと、うん、一体ヤクザの教育委員会って何やってんだろうと思うぐらいですね、地域の文化財大事にしないのかと思ってますね。まさしく思ってます。これは何とかしなきゃいけないんですよ、本当ね。それは僕の使命でもあるので。ちなみに矢部沢市の今その 文化財と所管するところがですね、文化スポーツ振興課、結構いろんなのがごちゃ混ぜになって少ない人数でごしゃってテリトリーが広いですね。だからどうしてもこういう文化系のやつに掘り込んでいけないというか、そういう状態になってるので、そこはやっぱ改善しなきゃいけないので、それは声を上げていきたいなと。で、またこういう動きが活発になればなるほど、そうならざるを得なくなるので、ぜひね、そういうこともまたね、ますますやっていきたいなと思ってますね。で、僕が喋っててもしょうがないので、ごめんなさい。ね、ただどうでしょうかね、あとどんどん尾崎さんに聞いてみたいことがあれば。どうですか？ちなみに京都市を学ぶ会は何年にって言いましたっけ？100年の時でしたっけ？うん、これ約32年前ぐらいですよね。でかすぎるわ。はい、すいませんけど、ちょっといいですか、はい、この場借りて、ちょっとせめて、あの辻間さんの、ああ、どうぞ、せっかくなんで、じゃあ、島さん、どうぞ、どうぞ、一言で、はい、今さっき、辻間さんの男 の話出たんで、たまたまですね、来週ですね、6月の2日ですけど、辻村さんのところ の原生林をちょっとうちらの会でちょっと整備してるんで、その時に辻村さんに話して、辻村元子の資料館も見れるようになってますんで、10時から12時の間で、6月の2日、10時から12時の間で、うちらのちょっと会で、布団で枯れ木があって、それを前日に倒して、それを、まあ、細かく切ってこの避けてきれいにするというような作業をやってます。その時に辻村さんに話して、資料館を見学だけでもいいですから来ていただければ、資料館を見せていただけるように話になっていますので、ぜひ興味のある方は来ていただきたいと思いますので、ね、中に入ると松村直次郎さんが打った熊の毛が割って結構いろんなのがあって、あそこは本当に、見るチャンスがまずないので、もし可能な方はぜひ見るといいと思います、ね、貴重ですね。ちなみに今案内してくれた柴田さんがその裏 の、ね、あの原生林の管理をそのやってくれてる、個人的に言ってもいいですか？いや、違います。ちゃんと許可を受けられたないと。そうです。いや、その2日の日ですよ。2日の日の2時間だけですね。2時間です。10時から12時、はい、10時から12時、で、現地集合ですか？はい、あ、そうです。現地集合です。僕もぜひ行きたいと思います。これは本当にめったに見れないものなので、そういうことを昔の皆さんであれば懐かしいかもしれない、あのガラスがゆらゆらのね、昔の手作りのゆらゆらのガラスがあったり、この会場は計画してない、この会場はまだしてないんです、それは。さあ、他何かありますか？せっかくなんで関係ないけど喋っておきたいとかってことかな。いいですか？今後、郷土史を学ぶ会は、まだ活動は、今年なんかあるんですか、また、毎年バスツアーが、うん、今年も予定します。あ、何月ぐらい？
7月の27かな、公務員来月号で出るの。ああ、そうですか。じゃあ乗ってたんだけど乗ってました、なんか乗ってました、乗ってた。文化財巡りですね。文化財巡りでね。あ、文化財巡りですね。文化財巡りは6月26日にで、歴史の道を訪ねてというやつは7月の27で、なるほど、これ要チェックですね。6月の26が文化財巡り、じゃあ今の文化財を見たいと思ったら6月の26日に、国金住宅もみんな見れるんですね。ね、今回はね、記念碑と、記念碑というのは神社の記念碑とね、あ、闇沢国金住宅と大願寺、ついてフルコースじゃないですかです、ね、じゃあ6月26日にチェックですね。それも広報読みたいと送ってるんですね。7月1日から受付にしたら6月1日から受付、ね、6月1日から受付のようです、休憩でね。で、7月27がリヴァイ、リヴァイ、リヴァイにお邪魔してるんです。それは何、今タイトル何でした、7月27のまだ決めてないんだけど、リヴァイ市田んぼにするか、リヴァイの歴史を訪ねてないし、リヴァイの歴史担保にするか、なんとかそれに、今日もさっき話したんです。ああ、そうですか、そうですか。そうですね、じゃあ、2月連続で郷土史を学ぶ会の授業があるんですね。ぜひそういうのも参加していただけるとね、またいろんな広がりが出てくる。で、北海感染のことについては、ビデオを見せてもらおうと思って、近いところでやらせてもらおう。北海感染もね、昔、尽力で、あんだけの足別からですね、赤べらからですね、赤べらから南幌まで、ね、尽力であんなものを作ったっていうのは、とてつもないことですよね。ちなみに用水路つながりでいくと、豊水の地名が実はそういうため池から出てきたって知ってました。一ノ沢水源地とかあの辺りですね、一ノ沢、二ノ沢、三ノ沢、で、かばとの習字館の、習字の方々が開拓をしたりですね。で、それこそ東町の方が、これを見ると我々が思ってるよりもずっと東町の方が栄えたんですよね、最初の会社ね。だから東神社に官業の鐘があったりしてたけど、でこの辺で水田を敷くときに水が足りなくて、やっぱり水泥棒とか水喧嘩が起きるんですよね。でそれ解消するために一ノ沢のあたりにため池をどんどん作って、こっちに水田に流したんですね。だからまさしく字のごとく宝の水で、あそこの辺は豊水という地域になったっていうのが、あの地名の由来らしいですね。そう思って、あの豊水ワイナリーを飲むと、また一段と美味しくなる。これがね。また余談でした。まあ大体そんな感じでですね、大体帝国になりつつあるんですけども、じゃあこんなあたりでよろしいですかね。でじゃあ今後もですね、また郷土史を学ぶ会の、動きをまたチェックしていただきたいのと、でシビックプライド探究部の方はまた、ちょっともうちょっと砕けた面白いやつを企画してますので、まあそのあたりもまた行動に乗っけてもらおうと思いますので、今後ともよろしくお願いします。でじゃあ本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。最後のセレモニーがあるんです。我々ですね、勉強会で1000円ずつ徴収をさせてもらってます。でこれなんでかというとですね、やっぱりお金を払ってでも来てくれるっていう方をすごく大事にしたいっていうのと、あとですね、こうやって講演をしてもらうっていうのは聞く方は簡単なんですけど、やる方は実はすごく資料を作ったりとか膨大な時間を使うんですね。でそんなことから皆さんから集めた1000円のうちの半分を運営費に回させてもらって、で半分を講師の方に実はこう贈呈をするっていうのが、今までの流れでやっておりますので、まずこの後に寄付してもらうのはいくら構わないんですが、まずは一回で結構この人数の半分ありますので結構なもので、じゃあバイバイ。でこれですね、実は毎回インターネットに結構載っけています、第1回目だけはダイジェスト版なんですけど、2回目、3回目、4回目まだ上がってないんですね、4回目、5回目とインターネットで YouTube っていう動画サイトで見れるようになってますので、もし興味がある方はそこで復習することもできますので、
ね、もしやるだったら、お近くのお若い方にとか聞いてどうやって見るのって聞いてもらえれば分かると思います、ね、じゃあお昼遅くも本当にありがとうございました。